はい、それではロマンシングサガ2の続きやっていきましょう。前回はこのサイゴ族の村にやってきて、で交易を邪魔していた東のダンジョンのモンスターを倒したというところで終わっております。で多分ですけど今回でヘクター陛下の代は終わると思います。というわけでまずは、ムーの住処を出さなきゃいけないですね、マップに。あ、その前にちょっとこのおっさんにあの海の主の声が聞こえる貝をもらっとこう。うん、これ1000円取られるんだけどね、買っておきます。で誰だったかな、子供かな。あ、これですね。もっと南に行くとムーっていう動物と暮らしている人たちがいるんだって。うん、これでムーの住処がマップに出たね。あ、ムーの越冬地か。はい、で確かこの人たちもなんかねモンスターに行く手を遮られてどうこうって言ってたような気がするんだよな。いつもならムーたちがナゼール海峡へ移動を始める時期なのだ。ところが間にモンスターの住処ができたのでなかなか動き始めないのだ。このままではナゼール海峡の氷が溶けて南に渡れなくなってしまう。うん、まあ、とりあえず困ってる人を助けるのが皇帝陛下ですよね、やっぱり。おお、確かに君らは強そうだ。君らって言ってるけど一人ですけどね。君らならドラゴンでも倒せるだろう。いや、買いかぶりすぎですよ。はい、というわけでこれで南のダンジョンがマップに出るはず、これですね。はい、というわけでヘクター陛下最後のご公務ですね、南のダンジョンやっていきましょう。もう宝は一旦置いときますか。あー、ちょっと待って、横から来たからこれは嫌だな。無理ですなんでゼラチナスマターが出てくんの？もう避けちゃうか。よいしょ。宝は後から回収しよう。うっそ、ちょっと。敵が多いよ。もうこんなやつが出てくる時代？あ、間違えた。間違えました。ちょっと待ってください。間違えたんですよ。勝てるわけないじゃないか。逃げるさ。避けれないか。無理だよね。無理だよね。やるか。あー、インターが鬱陶しいんだけど。あいつを先にやるか。で、クリーパーをやろう。で、多分こいつは強いな。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、あれ？焦りすぎだよ。君が来る選ぶのにこんなに焦るかね。んで、生命の水使っといて、でついでにエアスクリーンも使っとこう。風はやっぱ上げたいんですよね。で、下手にやるよりは切り落としいっちゃうか。あとは巻き打ち。これで死なない。強っ。え、こいつも強いの。技術点がしょぼい。こんなに技術点がしょぼいの？なんかやり損じゃない？ちょっと敵が。あー、やるか。うそ。あ、でもそんなに。お、やった、やったやったやった。串刺しの見切りは結構いいよ。これは確か、ラスボスも確か、串刺し使ってきた気がするから、あると楽ですね。よし。で、巻き打ちで死んだかな、こいつら。嘘でしょ。嘘でしょ。
よし、外せ、外せよお前ら。よし、なんだい、なんで当ててくるのこいつら。うっ、あっぷな。よし、よし、一旦セーブして。敵が多いよ。よし、よし、おお、ちょっとちょっと、あれボスどこだ。カエルの王子様がいるんですけど、カエルの王子様、いやーこれ無理だよな。あれボスどこだっけ、場所がわからん。これが一番マシか。いやマシっつってもこれ普通にやばいよな。あーそっか、あいつがいるのか。やーべえ、これはやばいぞ。あーこれ絶対これ選択ミスってるね。間に合うか。間に合ったけど、え、効くの。あ、びっくりした、外れるよね。うん、あーぶえ。あーちょっと待って、術ポイントがねえ。やべえ、術ポイントが全然ないな。どうしよう。切り落としてリザードいくか。死なねえ、死なねえのかい。ちょっと待って、やばいな。あ、やばいっすね。え、ちょっと待って、マジでやばい。これちょっと、ここまで来て、ここまで来て死ぬか。あれボス、あ、あっちかボス。しまった、道間違えてんじゃん俺。道間違えた、こっちだわ。すっげえいっぱいいる。敵めっちゃいる。これちょっと無理じゃない？これちょっと厳しくない？いや、ちょっと待って、ベルセルクはやめてほしいな。ちょっと待って、ベルセルクしすぎじゃない？君たち。殴って殺せるっけこいつら。微妙だな。巻き打ちしとくか。え、外すの？なぜ？なぜ外すの？なぜ外すんだい。お前本番に弱すぎんだよ。こっちか。ちょっと動きが早い。さすがにちょっとこれはやばいか。よし、おー無理っす。ちょっとこれは無理だ。もうヒルがいる時点で無理でしょ。やばい、後ろからなんか迫ってきてる。よし、間に合った。よし、間に合ったぞ。ふう、エアスクリーンかけとくか。でライトボールかな。やっぱり最終的に私を守ってくれるのは暗闇ですよ。で多分こっち先にやるべきだよな。よし、あとは巻き打ち。よし、やった。
よっしゃ、ふう、ボス戦ですね。術を回復させといて、で森の聖器も使っとくか。よし、装備はタングラロッド今使わんやろ、多分外しとこ。で剣はもしかしたら使う可能性があるから、とりあえずこんなもんか。弓も使わん気はするけど、いっか、これでいこう。あ、これは勝てるのでは。速攻でリザードマンさえ潰してしまえば勝てそうな気がする。これはいけそうな気がするぞ。よし、ライトボールで目をくらましておいて、この段階でこんなレベルの敵出てくるんだ、意外と楽ですね。あ、痛いな、痛いっすね。先に動ければ勝てる。よし、よし、あとはリザードレディを倒すだけですね。これは勝ったね、これは勝ったぜ。もう楽しませてくれちゃうんだから、そんなのいらないんだよ。痛い痛い。じゃ最後は気弾とか使っちゃおうかな。よし、やったじゃん。いやー、よかったよかったよかった、本当に。これは出口ですね。ここで出ちゃうとあれなので、宝をまず回収しようか。よいしょ、あれ、動きがなんだろうこれ。なんかね、うまく動かせないな。よー、あれ、結構強く押し込まないといけないのか。他にない宝は。あ、なんかあっちにありそうだな。こっちあるんじゃない？あ、これ出口か。ここはもうないのかな、じゃあ。まあ、最悪後で来ればいいけどね。入れなくなるってことはないはずなんで。でね、私はここに欲しい宝があるんですよ。あそこかな？多分。スプラッシャーがあるはず。来た！これですね。やったね。ほら、もう威力が全然違うでしょ。基本的にだからね、剣は開発する必要ないと思うんですよ。あの強い武器がね、宝箱から結構手に入るんで。なので武器を開発するときは剣以外を開発するべきですね。まあ多分大剣が一番いいと思いますけどね。よし、じゃあ倒したよ、倒したよ。ありがとうございます。お役に立てることがあったらいつでも声をかけてください。我々はナゼル海峡の向こうに移動します。ここにいないときはあちらにいますから。ふぅ。てわけで、これでおそらくヘクター陛下の代は終わるかな。結構経ったね、223年後って。あんまりいい人がいないな。
一旦この人にしよっか。うん、この人に一旦することによって術のレベルが上がってる。上がってるよね多分。あ、覚えてないな。上がってる気がするだけかもしれない。というわけでこれでどうよ、新しい術ができているんじゃなくって、天はないのか、風のだろ。イレナ E。 あ、覚えてないのか。そうですか、水はもうないよな、さすがに。なんだ、ちょっと期待外れですね。まあいいや。武器の開発は、武器よりもね、防具を開発したいな。いらねえ。弓はいらないですね。これは出す。これは出す。これは出します。はい。じゃあ、もうやることはないかな。そうですね。もうやることはないから。では、いつもの儀式行きますか。よし。この台はね、剣をひらめきやすい人がいいんだけど、ちょうどいいのがいるな。ちょうどいいのがいるんだけど、ただこの人も面白そうではある。まあちょっと待ってね、一旦この人にしよっか。こうすることによってスキルのレベルが上がる可能性があるからな。うん、まあ斧とか槍とか結構上がってはいるんじゃないか。ちょっとぼちぼち出てくんないかな。よし、来た、やっと来た。この人は確か剣のひらめきが強かった人じゃなかったかな。